川端です。よろしくお願いします。今回は整数問題ですね。360と660の公約数は何個ありますかという問題です。ぜひ動画を止めて考えてみてください。はい、ではね、解説していきます。まずそもそも公約数って何なのかっていうことなんですが、360の約数でもあり、660の約数でもある数を公約数って言うんですね。まあ、約数は、この360をですね、何かで割ると割り切れる数ですね。それが約数になるわけですけども、まあ、例えば、じゃあ360の約数を上げていくと、360は1で割れますね。2でも割れます。3でも割れます。4でも割れます。5でも割れます。6でも割れます。7は割れません。8はこれ割れますね。360÷8 で。これ計算すると、4、8、32、40で、8、5、40で、8で割れましたね。はい。で、9でも割れますね。10でも割れる。11は割れません。12で割れるとか。こんな感じですね。これが360の約数。じゃあ660も同じようにやって、1で割れる、2で割れる、3で割れる、4。4の倍数はね、下2桁の数がね、4で割れば、4で割れますので、60は4で割れますからね、4で割れます。5で割れるし、6で割れるし、7は割れませんね、これ。うん、割れません。8どうでしょうかね。660を8で割ってみると、葉っぱ64で20で、286割れませんね。だから8は違います。続いて、9。9で割れるか。9はね、各位の和が9の倍数だったら9で割れるんですけども、6たす6で0、12だからね。12は9の倍数じゃないから9で割れない。じゃあ10で割れるとか。11は割れますね。11×6 で66だね。とか。ということになっていくわけなんですが、この、360の約数でもあり、660の約数でもある数が公約数なので、さあ、1とか2とか、3とか4とか5とか6とか、8は共通してないですね。9も共通してない。10とかですね。そんな数を探していけばいいんですけれども、ちょっとこうやってね、頑張ってやっても、いずれは答え出るかもしれないですけどね、全部数え上げるのって大変ですよね。じゃあこの場合どうすればいいのかっていうことなんですけれども、ぜひ覚えておいてほしいんですが、公約数が何個あるかを求めるにはですね、最大公約数を求め、その最大公約数の約数の個数が公約数の個数になるんです。ぜひ覚えてください。もう一度言いますよ。360と660の最大公約数を求めて、で、最大公約数の約数の個数。これが、公約数の個数になります。まあ、例えばですね、ちょっと簡単な例で言うと、例えば8と12。このね、公約数何個あるかって言ったら、8だったら1、2、4、8。12だったら1、2、3、4、6、12と。ということで、約数がね、出てくるわけですが、8と12の最大公約数って4ですよね。で、この4の約数はって言ったら1と2と4ですね。確かになってますよね。で、これ3個になってますね。なので、最大公約数が分かれば、その約数、最大公約数の数の、その数の約数の個数を求めればいいということになります。なので、360と、660ね、の最大公約数を求めたいということで。まあ、例えばこれ、0ついてるの10で割れるので、10で割って36、66で。で、さらにね、これ6で割れそうですね。6で割ったら6と11と。もうこれ以上割れないので、10×6 の60が最大公約数ということがわかります。ということで、60の約数が何個あるかっていうことを調べればいいと。もう最大公約数が60って分かったから、60の約数を調べればいいよということですね。これ数え上げていくんだったら、まあ、例えば1とか、ちょっと数え漏れないようにね、1×60 とか、こうやってやっていきましょうか。2×30 とか、3×20 とか、4×15 とか、5×12 とか、
6×10 とか、7、8、9、割れませんね。ということで、これ全部で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。ということで、答えは12個という具合になります。ちなみにですが、この約数の個数12個っていうのは、これ一応公式があるんですね。60っていうのを素因数分解してですね、60は2で割って30、2で割って15、3で割って5なので、2の2乗かける3かける5になります。60はね。で、この約数の個数はですね、実はこの指数に1足してかけたもの。つまり、2足す1、かける1足す1、かける1足す1。この指数に1足してかけたら、実は約数の個数って出ます。3×2×2 で。だから12個という具合にして出すこともできます。まあ、なんでそうなるかっていうのはですね、ちょっとこの機会の話を少し長くなっちゃうんで、ちょっとやりませんけども、ここのね、指数、素因数分解した時に指数に1足した数が約数の個数にもなってるよってことですね。いいかな。ってことでね、ちょっとね、ポイント2つありましたね。まず、公約数っていうのは最大公約数の約数なんだということですね。なので、最大公約数求めて、その約数を調べればいい。で、さらに、約数の個数の公式で、今さらっと言っちゃいましたが、素因数分解した時の、ここの指数に1足してかけたら、約数って個数が出てくるので、これも合わせて覚えておくといいんじゃないかなというふうに思います。以上で解説終わります。では。